高いなんですけどね。21日に熊谷ウォークをスタートしました。そのままないですけど、でも乗り過ぎてキャーって言ってたからすぐ横になっちゃったんですよ。失礼しました。失礼しました。申し訳ございません。早速なんですけど、今日本で冷めやがりになりますね。ラルクのメンバーにインタビューしてみたいと思います。どうも。いやいやいや、今日は私も本当に驚いたんですけど、本当に一人ついてると思うんですけど、いかがですか。いかがですか。決まった。本当だ。なんかお茶目だな。もう興奮冷めやらないって感じ。引き取りにくいですね。ああ、ごめんなさい。これも嬉しいです。それ置いといて。まあそういう感じなんですけど、じゃあ、チャッツさんどうですか。今日はライブ見ました。疲れました。疲れましたね。目がダブルになっちゃった。楽しいですね。本当にね。さくらさんもどうでしょうね。はい。足つっちゃったって言ったんですけど、大丈夫ですか。なんだろうね。今は大丈夫。体全身がつっちゃった。体全身がね、それちょっと大変な気がしますけど。はい、じゃあ、どうですか。酔っ払った。なんでこれ。いや、飲みながら。コールで。アンコールで見てたのには、なんかセパラが起きて、スリップで登場して、なかなかね、そうだったですね。私は手に持ったりしたんですね。いや、これただの寝言です。寝言ですか。すごく見てますね。髪型と合わせて。今日ハイドさんはいろいろと衣装を引っ張られたりとか、なんかまあファンの人なんかも結して、無理もないっていう感じもするんですけど、それどうですか。引っ張ったときとなんか、あ、違ったことに。いや、もう気に入ってる服だから、うん、だんだんこう伸びてきちゃって、そんなにあるな。はい、つい前に行ってしまったね。今日で最後だっていうことなんだけれども、全部終えてどうですか。また行ったことがないとこ行ったりとか、旦那パジャマって以来に関するのをこっちはとか、サービスの前にクラフトをついてくださいまあ、いろいろ思い入れもあったし、疲れたし、だから次のも、なんか、やっぱりなんかすごいいい経験化してもらったんだよね。忘れてたものもだし、思い入れもあったし、思い出残ってるような状態とか一箇所で、まあ、それぞれに聞きしたいんですけど、ありますかね。全部がそうだったと思うんですけど、ランコ事件しか思い出され何ですか、その事件。話すことなくなりました。話すんですか。うちのマネージャーと、でも今日すごく話すんですけど。そうなんですか。それ事件なんですかね。すごく面白かったんですけどね。あ、また見て。また見て。また見て、腹気殺到すると思いますよね。謎の事件が。謎のなんとか事件。謎の事件。哲さん、なんかいいですか。京都に終わったのに、京都のやつで、私大阪にいる頃老人やってくれてたパタってやつがいて、そいつと夜中にドライブしたこと。あ、ドライブしてんですか。へえ。ドライブしたのが意外なことだけど、意外っていうかね、京都でライブやって、京都でやって行ってたんですけど、大阪まで行ったんですよ。へえ。どんな時間だったんですか。夜中だったから、見てたから1時間かかるんだったけど、でそのまま遅くまで行っちゃって、みんな住んでたの、みんな近所とか行ったりして、そうなんだ、ってるやん、コンビニなんて来てたみたいならしく、それは思い出残りますね。やっと戻ってきたんですか。戻ってきたのね、朝だ。へぇー、夜中にドライブ。ねぇ、いいですね。かっこいいですね。さくらちゃん、さくらちゃんです。さくらちゃん。思い出残ったところが。思い出残ったところ。北見ってどこ行ったの。北海道ですね。行ったのに、さくらちゃん。
うん、20年ぶりの相手だね。本当にそれはライブに来てくれたんですか。うん、ついた来たのに着いた途端に食べに来た。お互いに顔よく覚えてます。じゃあなんだ20年ぶりって。俺もちっちゃかったから。どうやって分かったんですか。なんかもうバラカンに食べないで。どれくらいだったんですか。頼みますよ。やってんでしょ、それ。いや、やってたら失礼しちゃう。そういう出会いっていうか、再会があって、どうやって謎ってこと。謎って、なんとなくすごい思った。やっぱりそういうもんなんですよね。そういうもんなんですね。シクラちゃんって、サクラちゃんって、小さい時ってどんな感じなんですか。小さい時は、なんかあの時に見つけられたっけ。可愛い感じ。自信と可愛くてって言ったら、いや、ハリドちゃんは、ハリドちゃんと違う、ハリドさんは、あの人はどんどん見つけられたりしたんですか。あんまりダメだった。ちっちゃい時からダメだったんだ。なんか、お母さんが、世の中欲しかったらしくて、でも出てきたのとかまで、ついつい女の子に。フリフリのロックとか。そういうのも。それは、そうですよ。なるほど。そうですね。そのセラミ片手の、私たちが、ケツに、この、おめでとうございます。ああ、箱立て。箱立て。箱立て夜景の切る。切るとかありますよね。あそこ、2回も登ったの。なんで2回。もういっぺん行きたい、連れてってくれって言ってたの、連れてってくれる人の人がいて。どうでした。綺麗でしたよ。けど今明け方に行ってね、すぐ朝になっちゃってね、なんか普通の景色になってしまって。綺麗じゃなかったんですね。すごいですね、ここにね、ハガキがね、ファン君のハガキがあるので、私もちょっと知っておきます。まずはですね、埼玉県のミノバカナピさんから二十歳さんなんですけども、前回の放送でケンちゃんの立ち位置のそばにキーボードがあって、ノリスケさんが弾くんでしょうかと言ってらっしゃいましたが、ツアーでケンちゃんがキーボードを弾いたんですか。この人はね、このタンコちゃんはツアーに来なくていけないんですよね。そうですね。で、ケンちゃんにその質問が来てます。来てます。アンドシーセットで一曲だけ弾いた。タタ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 ってところですね。あ、ケイちゃんってキーボードも弾かない。いや、全然弾けないです。もうそれだけ猛特訓。そうなんだ。どうしてそのタワキが。タワキが。ですね、4月の11日放送したランクコーナーでですね、さくらとケンちゃんが出演した時、ダンクオニキーズの音楽活動で、そのアンシーセットでゲストとして、ダンクオニキーズがコーラ参加している。で、どの部分をコーラ参加しているでしょうかと、さりげなく言ったことに、おはがきいっぱい来ましたですね。多分この中に、正解はあると思うんですけれども、やっぱりそこは、アニキーズのお二人ですね。チェックしていただきたいんですけども。アニキーズやるの人飽きちゃった。一応ね、かなり正確な。ハンチもね、なかなかこういう細かいところがね、違いますか。だってと思ったんですけどね。違うね。違いますか。どこよ。違うな。違いますか。残念です。残念です。正解者なかったですか。外れないです。外れないですか。これ海外旅行機ね。ね。海外旅行機。今日どういうことですか。答えは何。あ、そういうことですね。そのままね、皆想像膨らまして楽しんでいただきたいと思いますけども、はい、ね、もう一つね、ハガキ、ご紹介したいんですけれども、埼玉県の、福部美香さん、福部さんですね。服部美香さん、失礼しました。服部美香さん、失礼しました。ちょっと海外生活になったのだ。Anyway、ハイドさんですね、前回の笑顔が見たいですって、こんなに
上手な胸を描いてきてくれたんですけどね。じゃあ、ファイルさんがアップで思いっきりニコッて笑っていただきたいと思いますけれども、どうぞ。さっきもね、笑ってやられてるね。今日はちゃんとしますよ。サングラス外していらっしゃいますしね。いつもね、サングラスかけたりするときなんて、サングラスの下のお目目を見たいというね、いらんな雰囲気が来てますけどね。ありがとうございます。眩しい笑顔という。サングラスといえばですね、テツの今日は3つのサングラスしてますね。うん、サングラスの下のお目目を見ちゃっていいですか？ダメですよ。秘密っていうやつですね。ええー、ね、うん、これかかりでしたね。そうですね。はい、それではですね、皆さんカメラに向かってですね、もう思いっきり堅苦しいポーズを終わりました。はい、皆さんでした。どうもありがとうございます。はい、皆さんお願いします。一言。ありがとうございます。次。ということで、はい、今日はどうもありがとうございました。